でね、ちょっともうこれ結論ちょっと言いますね。塩土王子の神様の抽象度を下げて、分かりやすくこんな働きですよってことを示している神話があるんです。もしくは塩土王子の神様に愛されて応援される秘訣っていうのはこうですよってのがあるわけです。何だと思います？日本昔話です。花坂じいさんの人です。これは実は花坂じいさん、またね、帰ったら花坂じいさんどんな物語だったのかってことを思い出しておいてくださいね。でも花坂じいさんって何かですよね。まあ簡単に言うと塩土王子のイメージの花坂じいさんなんですよ俺は。では花坂じいさんってどんな話かですよね。簡単に言うと欲張りじいさんと花坂じいさんがいましたと。花坂じいさんは欲が深くないと。でも欲張りじいさんはなんか欲が深くてですね、ここ掘れワンワンとかって言ってなんかね、掘ってみたらなんかゴミがたくさん出てきたとか、花坂じいさんはなんかね欲がなくてみたいなことが神話としてあったりしますね。実はこの花坂じいさんの物語の中に塩釜の神様に愛される秘訣っていうのはあるわけなんですけども、この花坂のやっぱり神話の物語の秘訣とは何かなんですね。人生やっぱりね、こうお花が咲くタイミングがあるってことなんですよ。花開くタイミングがある。そして、この花開くタイミングはどうすれば迎えることができるのかっていうのがこの花坂じいさんの物語の要点でございますね。ポイントがあるわけなんですね。で、そのお花が花開くようなタイミングを迎えるための秘訣、そして人生ですね、パッとこう花を咲かせてくれるような導きを与えてくれるっていうことなんです。でね、この塩土王子っていうことなんですけども、これね、この名前のご神明が功徳の秘密なわけなんですね。で、名前の書いてある通りなんですよ、これは。塩土王子とは何か、一体これは。もう書いてある通りね、塩と土の王子、老人なんですよ、これは。つまりは、この塩土王子の功徳っていうのは、塩と土だと言えます。で、塩と土ですね。で、これは人間が生きていくために欠かせないものでもあります。塩は欠かせません。土も欠かせません。どちらか欠けてもいけないわけなんですね。で、この塩と土にまつわる功徳っていうのが、塩土王子にはあるわけなんですけれども、塩土王子とは何かですね。はい。で、これ昔から、塩ですね。っていうのは、そういった特別な霊力がある。もしくは、海には特別な霊が宿っているという信仰心ございました。で、この海であったり、潮目に宿っている霊のことを、これ、これなんていうかっていうと、塩土っていうんですよ、これ。これで、霊と書いて塩土です、これで。塩土っていうのを言霊で紐解くと、塩土なんですね、これはね。ちなみに、土って、どんなもんでしょうかね。どんなもんっていうとあれなんですけど、土。土は非常にすごいわけなんですね。当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。なんかこう野菜とかでこう買ってきて、なんでしょうね、スーパーとかで売られてる野菜って最近ツルツルのものが多いじゃないですか。でも本来ですね、例えばこう野菜とかっていうのもですね、こう土がこうついてる状態とかがあったりするわけなんですね。で、ちょっと土ついてるぐらいの方がいいっていう考え方ありますね。土と一緒に食べてるんだということです。もちろんそのまま食べると良くないんですけども、土から生まれてきてるわけなんですね。でね、土って何かっていうと、まずですね、大量の微生物が住んでます、この中には。そうじゃないですか。土はもう微生物の塊です。で、その土地でどういう人がどんな気持ちで農業してきたかとか、例えばその土地の土っていうのは、その土地で暮らしてきた人たちの記憶とかっていうものがずっとこう眠ってるわけなんですね。記憶とかそういったものが土の中には非常にたくさん眠ってるわけなんですね。
で、土っていうのはそういった記憶の塊です。で、塩とは何かですね。これは、塩も実は記憶を持つんですけれども、塩の場合は悪き記憶を浄化してくれる働きがあります。分かりますね。塩の場合は悪い記憶を浄化してくれます。だから盛り塩って何のためにするかって言ったら、悪い記憶を浄化してくれる、そのためにやるわけなんですね。つまり塩土っていうのは何を意味してるかって言ったら、悪い記憶を浄化していい記憶をとどめ流してくれるものっていうことですね。人生もそういうことが大事です。体内でもそういうことが大事です。人生ですね、生きてれば嫌なことも経験します。嫌なことも言われます。今の特にこの世の中っていうのはネガティブな情報であったり、ネガティブなニュースも溢れかえっています。で、そういった影響を自然と受けてるわけなんですね。で、これ土、人体の体内にも土はあります。これは、で、例えば体内における土とは何かなんですね。当然皮膚です。皮膚、土みたいなものです。土色です。でも、根源的にも人体における土っていうのは一体どこかって言ったら、これはね、腸です。腸ですね。で、腸の中には大量の微生物が住んでて、私たちの思ったこととか我慢したこととか言えなかったこととか、そういったのが記憶として蓄積してます。例えばなんか、うわ肌荒れてるわとか、なんかお肌調子悪いわってあったりするかもしれません。大体腸内環境乱れてるからですね。先に腸なんですよ。だから頑張ってお肌きれいにせなってなんか塗ったりするんですけども、ここだけ塗っても仕方なくて、腸内環境を整えないといけないっていうことなんですね。で、腸内環境ですよね。やっぱほっとくとそういった乱れちゃうっていうところはあるんですけども、それを浄化してくれるのは何かっていうと塩なんですね。で、例えば塩を取りすぎようないって言われたりするんですけど、これね、真逆の意見あります。現代人は逆に塩不足やっていう。で、いや塩の取りすぎようないよって言ったりする人もいるんですけど、これは質の良くない塩は確かに取ると良くないです。しかし、ちゃんといい塩とか本物の塩っていうのは、実は取れば取るほどいいっていう説もあったりするっていうことなんですね。それは体内のミネラルを足してくれて、かつ体内を浄化してくれるということなんです。はい。塩土とは何か、そういった土っていうのは情報の蓄積、微生物の蓄積、過去の情報の蓄積です。塩っていうのは浄化力ですね。だから塩土って何かって言ったら、簡単に言うと悪い記憶を浄化していい記憶を残していくということです。そうすれば自然とですね、人生の潮流は良くなっていくよってことですね。